心を許します。伊藤孝恵君。私はただいま可決されました国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党国民の声、立憲民主新緑風会社民、公明党日本維新の会及びみんなの党の各派共同提案による付帯決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案に対する付帯決議案。政府は本法の施行にあたり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。1、国家戦略特別区域制度の運用にあたっては、いやしくも特定のものやその関連企業に不当な利益を与え、国民の疑念や不信を招くことのないよう、その公平性、透明性を十分確保すること。2、国家戦略特別区域における規制改革事項を決定する場合には、指定及び決定に至るすべての過程の透明性、公正性の確保、記事内容の速やかな公表等を求めた平成29年の国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案に対する付帯決議の趣旨を徹底すること。3、地方公共団体の長等を構成員とする国家戦略特別区域会議、以下区域会議という、2、特定の事業者を構成員として追加する際には、その過程や議論の内容等に関する情報公開の徹底により、公平性、公正性及び透明性を確保すること。4、スーパーシティ事業を実施する際の標準的な接続仕様、API の設計に際しては、その過程や事業者の選定及び議論の内容等について、情報公開の徹底により透明性を確保すること。5、スーパーシティとする区域の指定基準を国家戦略特別区域基本方針に定めるにあたっては、当該区域において住民満足度を高め、暮らしの課題を解決する観点から推薦する利点のみならず、プライバシー侵害への懸念等に対しても十分な説明と配慮がなされ、住民自治や民主主義に基づく決定や運用が担保される住民目線の構想が策定されるようにすること。6、住民合意を要件として行う規制の特例措置の求めについては、国家戦略特別区域諮問会議が内閣総理大臣を通じて、関係行政機関の長に勧告できることも踏まえ、内閣総理大臣はスーパーシティに係る基本方針を定めるにあたっては、地方自治の尊重を徹底すること。7、スーパーシティ事業における新たな規制の特例措置を求めるにあたって必要となる住民合意については、住民の意向を十分に反映させるとの観点から、内閣府は区域会議において、具体的かつ明確な手続きを定めるよう努めること、その際、内閣府令で定めるところにより添付することとされている住民合意を称する書面が何を指すものなのか、議会による否決は可能なのかも含め、地方公共団体に対し明確に示すこと、また合意後も住民が継続的に関与する仕組みを検討すること。8、国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を行う実施主体に適用する安全管理基準は、個人情報の流出防止に万全を期したものを策定するとともに、その実施主体に対して当該基準の遵守を徹底させること、またスーパーシティ事業を行う事業者に対し、本人の同意なしに顔認証システムによる個人情報の収集が行われることのないよう、個人情報保護関係法令の遵守を徹底し、サイバーセキュリティや個人情報の流出防止を徹底するよう指導すること。9、国や地方公共団体が住民個人への合意や通知なく、個人情報を事業者に提供することのないよう、区域会議はプライバシー権や人権、国民の知る権利について考慮すること、その際、区域会議の構成員に事業者が含まれることに鑑み、政府は必要な監視を行うこと。10、スーパーシティ事業に関し、万が一個人情報が流出した場合に備えて、事後対応、補償措置等に関する運用を明確にすること。11、スーパーシティ事業に係る個人情報は本人同意の下で取り扱うとしているが、未成年者等意思表示の難しいものからの同意、不同意、取り付けの方法については十分な説明をすること。12、スーパーシティ内での公共交通機関の縮小や廃止、現金のみの買い物ができなくなるなど、新たな格差の発生や社会の寛容性が失われるよう、デジタルデバイドについても特段の配慮を行うこと。13、スーパーシティ内で収益が上がらないことを理由に、企業が突然事業撤退することによる住民への影響やリスクを十分に想定し、対応策を講ずること。14、ライドシェア事業のような安全や雇用に問題が指摘されている事業の実証については、規制法令に違反するものが認定されることのないよう、厳に対応すること。15、国家戦略特別区域革新的技術実証事業、地域限定型の規制のサンドボックス制度に係る技術実証評価委員会委員の選定にあたっては、評価及び監視の中立性を確保するため、実証事業者と利害関係を有する者を選定しないようにすること、右決議する。以上でございます。何卒委員各位のご賛同をお願い申し上げます。
ただいま伊藤君から提出されました付帯決議案を議題とし採決を行います。本付帯決議案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって伊藤君提出の付帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し北村内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。委員長、北村内閣府特命担当大臣。委員長、ただいまご決議のありました事項につきましては、そのご趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。以上であります。なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。それではよいしょ、ご異議ないと認め採用決定いたします。本日はこれにて散会いたします。